さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、エルガー交響曲第1番、今日で第2楽章最後の解説動画となりました。4回目の今日は練習番号82番から残り全部を解説していきます。練習番号82番以降は基本的に16分音符のフレーズの再現が続いています。おさらいしておきますと、ここはアウトの限り限定なんですけれども、82番4小節目はギスをデーセンからスタートして、もうデーセン1本で取るようにしてください。でエイスとフィスを1、2と第2ポジションを使います。でオクターブ下がったところもおさらいしておきますと、でギスを4で取って、フィスでハーフポジションでエイスとまとめて取るようにしてください。でボーイングは先ほど来ましたが、アップから入っての弓順となります。アルゴになるのが練習番号84番1拍前になります。でここはピアノになりますので、ボーイングは当然ここはダウンで弾くようにしてください。その後ピチカートも弾きますと、ここも問題ないですね。をハーフポジションでまとめて取るようにしてください。練習番号86番5小節目、アウトの方限定なんですけれども、ここはポジションを説明していきます。最初のアは開放を使わずに A 線で1で取っていただきたいと思います。で16分音符の頭のハをポジションは変えずに4で取った後、ここから第2第3の中間ポジションで、今ゆっくり弾きましたが、アとギスを2、1とまとめて取っていただきたいと思います。最初からゆっくり弾きますと、このような形となります。で、インの方はこのアードをタイム伸ばし限定になりますので、ここはもう開放を使っていただいて構いません。86番7小節目から2小節間はインの方限定なんですけれども、ここはチスのオクターブを第2第3の中間ポジションでまとめて取るようにしてください。あとはフィスになりますので、もうポジションは変える必要はありませんので、もう1で取っていただいて構いません。でアウトの方は16分音符のフレーズが再び続きますので、ボーイングはアップからの弓順となります。で88番4小節目のオクターブ上がったフレーズも弾きますと、このような形となります。インの方は基本的にピッチカートが続いていきますので、入るタイミングを間違えないように注意していただきたいと思います。90番から先を弾きますと、ポジションはお好みで取っていただいて構いません。ここまでよろしいでしょうか。で91番1小節前アルコになりますので、ゲーをアップで、フィスのタイムの足をダウンとします。ここまでよろしいでしょうか。その後のピチカートは、このチズアーは第3ポジションで2、4とまとめて取るようにしてください。この後からアウトとインで分かれまして、アウトの方はこのデーチスのスラーはアーセン1本で4、2とまとめて取るようにしてください。でインの方はピチカートになりますので、ここからアウトとインの掛け合いになりますので、どちらも音量を出しすぎないように注意していただきたいと思います。で最後のアルコは今ダウンアップと弾いたんですけれども、両方ともダウンダウン、このように弾いていただいても構いません。はい、第2楽章を最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。第2楽章は最後にアタッカとなっていまして、切れ目なしにそのまま第3楽章につながるという構造になっています。したがって楽譜上には明確な指示はないんですけれども、第3楽章のテンポに合わせてその前の段階からテンポをゆっくりしていく指揮者もおられますので、どのあたりからテンポを遅くしているのかっていうのを実践練習の中で必ず把握をしていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。